YouTube もなかなかね、お出かけのやつが上げれなかったりとかしてますが、現状報告ですね。そうですね、はい、はい、どうもこんにちは、おかかです。おかかは今お薬ちょうだいに夢中です。なんかあの最近さ、また胃腸炎になって、なんだろうね、こう年齢が上がってきたからかわかんないけど、ちょっと治りにくくなってる感じがするかな、ね、今回ちょっと結構大変だったよね、うん、前にもさ胃腸炎になったことはあって、うん、じゃあさ、ちょっと一回さ話をさやるする前に、病気の話をする前に、うん、あのおかかさんこれ大好きだから一回ちょっと舐めていいですか。どうぞ。一回ねくださいって言うから、ブーブーブーって言ってる。お薬ちょうだい、はい、これがお薬なわけじゃないんだけどね、うん、お薬を飲むためのねコーティングするやつ、うん、いやなんかさ、だから皮下点滴と注射、うん、で前はさ食欲戻ってたのがさ、なんか戻んなくて、結局で食欲が戻んないから、あのフードと一緒にあげてたお薬もさあげれなくなっちゃって、で結局2日目もまた病院行ってね、うん、でいろいろ相談したら、あのお薬をこう飲ませる方法がありますよって言ってさ、まあうちらも YouTube とかで見てね知ってたから試してはいたんだけどさ、お薬だけあのポイってさ、なんかあの舌の奥に入れるやつで、おかかがさあまりにも器用すぎてさ、そう舌をうまくまず奥に行かないように舌がこうね、そうそうそう、盛り上がった状態にして、でそれであ飲んだかなと思いきや、ミャオって出してくれる。そう、横からピロッピロッポトンポツンって落ちるんだよね。であれでしょ、病院の先生もさ、これは器用ですねって言って、うん、そう、あこれは無理ですねってなった。おかかちゃんならあのお利口だから大丈夫ですよって言って教えますよって言って、うん、自信満々に先生教えてくれたんだけど、ポロッと落として、うん、これはすごいってなったの。でも視察は下がりますから大丈夫ですって言って、待っててくださいって言って、これを、うん、それね、うん、出してくれたんですね。お薬、何お薬ちょうだいってやつ、うわすごい、もうブレブレ、チーズ味です。お薬ちょうだいってやつね、うん、チーズ味、なんかあの蜂蜜みたいな感じのちょっと硬いやつだね。そう、それにお薬を丸めてあげるっていう、うん、前もね一回なんかあのそのちょうど調子悪かった時にお薬あげたシーンで撮影したりはしたけどね、うん、美味しいんですね、これは。飲み出して、あ、でもなんか本当あれだね、ちょっとなんていうの、あーそんな感じなんだ、うん、面白いね。で味もしなくなるんでいいですよ、と、はいどうぞ、はい食べちゃった、すごい早い、一瞬でなくなっちゃった、食べちゃった、もう好きなんだよね。だから食欲がなくてもこれなら食べれる子多いんですって、うん、口に入れる子多いからって言われて、やったと思って、食欲が全くない時に それを美味しそうにお薬をと一緒にね食べてたよね、うん、そう、でそれで良くなったけど、なんかやっぱ年齢ですかね、あの胃腸炎がちょっと多い感じがしますね最近ね。で長引いてんですよね。そう、長引いてるっていうか、なんかこう完全に治らない感じ、うん、調子良くなるんだけどまた悪くなってみたいなさ、うん、感じがあるなっていうことで、なんかほらインスタもさあんまりお出かけができないから写真撮れてなかったりとかさ、うん、YouTube もなかなかねお出かけのやつが上げれなかったりとかしてますが、現状報告ですね。そうですね、はい、ちょっと戦い中。そう、なんかその今日は調子いいよね。吐き気は、うん、あの胃液入ってたのは 2,3 日で終わったけど、うんうん、その後お腹の調子もね良くないし、ね、ずっと舐めてる。ここにつけた、ずっと空中を舐めてますけど。ね、もうちょっとでお薬飲むからね。でまたさ、だからお薬飲み終わったあたりから悪くなっちゃうんじゃないかっていうちょっと怖さあるよね。あの気温の変化に弱くなった感じがさ、体温調整がさ、そうなんですよね、うまくいってない感じが、去年みたいに過ごしてるけどね、うん、やっぱ暑かったり寒かったりが、そう、もともとあれでしょ、雨の日のお散歩でちょっと調子悪くなった感じだったでしょ、うん、皆さんあのレインウェアおかか大好きみたいですけど、なかなかできないかもしれないねえ、うん、まあかわちゃんと乾かせばいいのかな、うん、そうだね、うん、
まあでもなんかこうお薬をなんとか飲んでもらえるやり方もできたし、めちゃくちゃ悪くなることはないと思うけど、なんかお薬から離脱したいなっていう感じはあるけど、今飲み途中だからね。飲み途中ね。そう。お腹の調子がね、まあ、良くなるといいよね。飲んで落ち着いてはきてます。うん、そうだね。だから、うん、まあもうちょいしたら治るのかなとは思ってるんですけど、うん、ね。すごい目線の先にさ、それがあるんだよ。これをね。すごい見てるよ。目線がね、怖いもん。真剣。そしてカメラに睨んでる。こっちはさ、そんないっぱいあげたいわけじゃないけどさ、そうだね、あのあげたいわけじゃないけど、うん、飲んでくれるだけ本当。そうだね。そうお薬飲めてやっと元気になったもんね。いや本当だからさ、あのお薬飲めなかった日のさ、一番悪かった時の夜、夜中本当30分起きとは言わないけど、そのくらいの感覚でさ、ゲーゲー吐いてたよ。うん、吐いてた。ね、でなんか胃液吐いたりして、うん、かわいそうだった。そう、辛そうだった。フードにね混ぜ込めれば食べれるんだけど。そうそう。そうなんかお薬だけだと。食べないってなっちゃうとね、さすがに無理だな。おかかのお気に入りです。ああなんかね夏場をねちょっと頑張って乗り切りたいね、はい。体調悪くならずに頑張りたいところですね。はい。工夫が必要になって。必要ですね。はい。はい、なんか皆さんも工夫してることとかあればね、夏場の過ごし方、はい、あれば教えてもらいたいですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあバイバーイってやる、はい、バイバイするの多かった、うん、バイバイする、こっち向き、そうだね、すごいすごい姿勢でバイバイをじゃあバイバイいける、いける、バイバーイ、無理やりまたねー。 Okay.